はいみなさんこんにちは、えー、ポッシブル可能性の会オッサンズマムの太田ですはい今青森県安治川沢町の、えー、現場の方ねはい終わって今帰っているところですあれなんか充電の調子が悪いあ、大丈夫かなはいでね今日作ったのは、えー、サムネイルにもね、えー、出てると思うんですけども はいえー、ピンクと黄色のね2色を使った、まあ、白も入ってるんですけど、はい、色分けで作った青、ね、果サイダーの方になってます。まあ、幅は、ね、10尺なんでうーんと3 3メーターぐらいかな、うん、約3メー,ターだねはいなってます。 またこれから、えー、御所川原の方にね、えー、戻りたいと思います。まあ明るいうちに仕事が終わってよかったですね。ねなんかちょっと晴れ間も見えてちょっと安心しますね。 なんか週末は天気いいのかな、なんかそんなようなことを誰か言ってたな、まあただ、ね、青森は北の方なんでねあのー、大体皆さんが言ってるのは関東方面の話ばっかりなんでちょっとねあのー、こっちは該当しないかもしれないですけどだいぶこっちも、えー、雪も溶けて、はいあそういえばですね今作った。 はい、聖火祭壇の方なんですけどもあの先ほど実はインスタグラムの方でねライブでえ中継しましたなんでもしよかったらインスタライブの方ね見ていただければ、えー、どんな作り方をしてるかでわかると思うんでよかったら是非そちらの方もね、えー、見ていただけると助かります。 今ね車のエアコン止めてるんですけど全然大丈夫ですね今何度ぐらいかな今6度ですねで先ほどねインスタの、えー、ライブの方やってたんですけどもあのー、撮影中ね あの撮影中、遺族の方がねもう控え室の方にいらっしゃったんですけども、あの <laughs> ちょっと、えー、撮影中、会場に入ってきましたね、ま映、あ、ってはいないんですけどもはい、ちょっと声の方入っちゃって、ちょっとドキッとしましたけど、はいまあ、最近はね、家族葬っていうのがね、増えてきてて、まあ今、えー、作ってきたところもね、鰺ヶ沢町にあるファミリーホール長尾さんというね、えー、家族葬のホ、えール。 運営されてるね、葬儀屋さんの方で、えー、作ってきたんですけども、あの家族葬だとやっぱりこう、葬儀の会場とね、あの控え室っていうのが近い場合があって、多くてね、あの結構見れたりするんですよ、聖火祭壇作ってるところをね。はい、でまあ、あのまあ、葬儀者にもよるんですけども、あのー、見たいお客様には多分見せてくれるところが多いと思いますね。 なんでもしねあのー、そういったことがあった時にはねまあぜひ葬儀社の担当者の方にねあのー、ちょっと見せてもらえますかっていうとあのー、多分快く見せていただけると思うんでなかなか見る機会ないですからねまあ僕たち花屋としてはあのー、全然見ていただいた方がね、あのー、どういった え仕事をしているかっていうのがわかりやすいんでね、あの全然見てもらいたいですけどね。いいこれからね約二三十分ですね。またねちょっとね電波が途切れ途切れになるシーンあると思いますけど申し訳ないです。いい空ですね今日は。 もうちょっと画角が上の方がいいかなこっちの方がいいね天気いいからねはい。ちょっと空を映していきますなんか久しぶりにこんな綺麗な空見たかもいつも曇りだったからね今日は金曜日かな あ今日はこれで仕事終わりなんであのまた帰ったら、えー、今回もね動画の方撮影しているんでまた編集して YouTube に、ね、随時上げていこうかなと思ってます。もしよかったら、はい、見ていただけたら嬉しいですね。よろしくお願いいたします。まあ、今日の夜は、まあ 編集終われば時間余裕あったらまたえラジオトークのほう配信しようかなと今考えています。今これあれなんですよねヘッドセットをつけてえ配信してるんですけど ヘッドセットを使うと車の走ってる音とか全然拾わなくていいですね、これね。はい、今、鰺ヶ沢からご、えー、所川原、青森県ですね、えー、帰ってる途中です。 今日はラジオトークのテーマどうしようかななんかやっぱ明るいうちに帰れるといいね。 いつもはもう暗くなってから帰えることばっかりだったんでこの時期はおっしゃ液やたら使うよね。 えーとですね1時1時半、1時半ごろ作成したのかな、だからだいたい2時間ぐらい、はい、かかって、えー、作りましたね、今回の聖火祭壇ね。ちょっとのんびりめですね、あのいつものスピードでやれば大体いい、えー、10尺、約3メーターでね、えー、2段ぐらいの聖火祭壇であれば、大、ま、体、あ、いい1時間ぐらいでできるかなという感じですね。 はい、まだ今日はねちょっと撮影の方もやったんで、えー、ちょっとねいろんな画角で撮ってみたんでちょっと時間かかっちゃいましたね。 で先ほどね、えー、こちらにね、五、えー、所川原から自ヶ沢に来る途中ね、はまあ、昨日のう、ね、の、えー、夜中にちょっとラジオトークで、自、え、信、ーまあ、を持ってない人っていうのがね結構多いのかなと思って、自信を持ってますかっていうテーマでね、えー、皆さんと交流させていただいたんですけども、<laughs> まあ、その話をしながら行きは来たんですけど、帰りはどうしようかね、<laughs> 何の話しましょうね。 はいまあ、自信を持つこととまたあのちょっと似てるんですけどもあの不安ね、まあ、仕事してるときとかもよく、ね、経験がないことをやるときとかって不安だと思うんですけどもあのやっぱ不安を持ってね仕事をするとやっぱりいい仕事できないですよね、はい。なんでまあ昨日のラジオトークの話の中でも出たんですけども。 あのとある経営者の方が、えー、私は臆病でですすって言うんですよねであの多分皆さんあの僕も含めてですけども、まあ、経営者の方って臆病ってイメージってあんまないですよねどちらかというと自分で会社を起こして、ね、あの経営されてたらなんかどちらかというと自信満々なんじゃないかとかあの怖いもの知らずなんじゃないかっていうねあのことを想像するんですけども。 まあ意外とそんなことなくてあのやっぱり臆病なあ方も、ね、いらっしゃるんですよでまあ僕は臆病臆病ってなんかちょっとネガティブワードな気するじゃないですかなんですけどあの僕自身も、まあ、その言っていた方もそうなんですけど臆病っていうことってあの決して悪いことじゃないなと思うんですよね。 なぜならあのこうなったらどうしようっていうあのことを考えるから臆病だと思うんですけどあの、まあ、逆に返せば、ね、勇敢な方っていうのは、まあ、決めたことに対して突き進む傾向が、ね、やっぱりあってあのリスクマネジメントできてない方もやっぱり中にいらっしゃるんですよね。うん、なんであので臆病な人の方があのかえってねあのいろんなことを想定してこうなったらどうしようああなったらどうしようって考えるんで。 あのまあ、考えてるだけじゃ意味なくてねあの対応策をちゃんと練れてればあの臆病な人の方が、まあ、失敗する確率が低いのかなと思ってるんですよね。うんなので僕は意外とその臆病っていう場合に対してじゃなくて、はい、こうなったらどうしようああなったらどうしようでもこうなったらこうしようああなったらああしようっていうねちゃんとしっかり。 あの対策まで考えておけば、まあ、それはマイナスじゃなくて、あのプラスになるんじゃないかなと思ってて、はい、臆病なことって、僕はいいことだと思いますけどね、うんまあその、要はね、不安な気持ちだよね、こうなったらどうしようっていう不安な気持ちを、えー、対応策、しっかり考えて、えー、対応策さえちゃんとできていれば、まあ、不測の事態でもね、あの対応できるのかなと思うんで。 あの不安の解消になりますよ、ねまあそれもまたちょっと自信を持ってる持ってないっていう話とまあちょっと似てくる部分がありますよねちょっとこの辺電波なくなるかもしれないですねいつもこの辺で電波切れるんだよねお意外と切れないかな 途切れましたねやっぱりまあきの時もね少しお話しさせていただいたんですけどもまあ、えー、ラジオ特で知り合った方がね、あのー、北海道の帯広のね、えー、葬儀社の方でね、えー、ちょっと聖火祭壇を指してるお花屋さんに出会ったらしいんですよねであの僕の話をしたら、ね、僕の YouTube を見てくれてるっていう話でまあそれでとても嬉しかったんですけどもあのー、本当に ね、YouTube やってて、まあ、それなりにね生活サイダーっていう業界の中ではねあの僕も、えー、認知度はね少しはちょっと広がったのかなと思うんですけどもあの中身はね全然皆さんと変わらないんあの中質問だったり疑問だったり。 業界について思うことだったり、まあ、はたまたこう YouTube ちょっと出てみたいだとか、一緒に共演してみたいだとか、まあ、そういう方、もしいたらね、本当にあの打診だけでもいいですよ。うん、あの気軽に連絡いただければ、ね。DM でいただければいいかな。YouTube の DM ってあるのかな俺よく分かってなくて。インスタグラムとか Twitter とかあの、そちらの方から DM いただければ。 あのちょっとね返事するの遅くなっちゃうかもしれないんですけどあの必ずお返事はしますんで、はい、もしよかったらね、まあ、ちょっとでもそういう気持ちがある方はね、はい、ぜひ,ぜひあの声かけて頂ければ、うん、まああのまあ業界の方でね僕のことをとてもこうリスペクトしてくれる方もねあのいらっしゃるんですけどもあのそんな あのー、リスペクトするほどすごい人じゃない、僕は、はい、本当にみんなと何も変わらないね、位置、えー、作り手なんで、本当、その辺は全然遠慮なく、あのー、声かけていただけた方が、僕は嬉しいですね。はいそれで、まあ、またラジオトークの話なんですけどもね、あのー、ラジオトークという音声配信アプリがあるんですよ。 まあ僕最近ねそっちの方をちょっと力入れてやってたんですけどもあのそちらの方は YouTube と違ってあのリスナーとしてね参加しやすいんですよねコメントを打ったりだとかまあそして時にはね一緒にコラボに上がって声と声でねあの交流できるっていうねそういうアプリなんですよ URL の方もねあの説明欄の方に貼ってるんでまあもしねあの 交流したいなという方がもしいればね、あのー、ぜひぜひラジオトークのアプリね、使ってみてください。本当ね、あの人生観変わりますね、ラジオトークやると、音声配信やるとね、うん、あの聞くだけでも全然面白いですね、聞いたりコメント打ったりするだけでもね全然面白いんでね、あのもしよかったら。はい そっっちの方が交流はしややすいかなやっぱりね YouTube だとどうしてもこうあの配信者が一方的に話すっていう、ね、シーンが多いんですけどもあの音声配信の場合はあのコミュニケーションを取りやすいんですよね。トーカーとリスナーがね、はい、距離感がすごい近いんですよね。なんでもしよかったら、はい、ぜひぜひラジオトークの方もね。 えー、来ていただけると助かります応援していただけると嬉しいですね考えたら今日朝から何も食べてないんで腹減ってきましたね帰りちょっと買い物して帰るかなはい、えー、現在6名の方で、ね、聞いてくださってありがとうございます 今青森県の鰺ヶ沢町から五、えー、所川原市に、ねえー、帰るところですね、うん、空きれいだねきれいに映ってるかな あ僕あの、星の写真を撮るのも好きなんですけども、やっぱ冬場はね、曇りが多いんで、どうしてもね、星の写真撮りに行けないなと思って、なんか冬の方が空気が澄んでそうなんで、なんか星の写真も綺麗に撮れるのかなってイメージあるんですけど。 まあ今年はねなんか僕の運勢は大吉らしいんですよね。まあどんなことが起きるのかなと思うんですけど、まあ、き昨日じゃ去年もねあの比較的そのポッシブル可能性の回の活動の方はねあのー、今までの中ではまあ、大きい仕事もあればねあのー、小さい仕事もあったんですけども結構ねあのー 多かったかな去年はね自分が思ってた想像してたよりもねあ結構あちこち行きましたねもうそうですね4月あまあ2月か2月からもう大型の聖火祭壇が入って、まあ、仲間と一緒に作ったりだとか、まあ、4月は、えー、講習会ですね講習会で長野県に行ったりだとかうん、まあ、結構ね活動しましたね去年はね 今年も何、ね、かいろいろできるといいんですけど、まあ、去年途中ね7月ぐらいからそのラジオトークっていうね音声配信の方に力入れちゃったんで、まあ、ちょっと YouTube が、ね、あんまりこう積極的にねできなかったんで今年は YouTube の方もねまた力入れてねやっていきたいと思ってます。 どうしてもね、あの今、まあ、日本の、ねえー、葬儀の事情っていうのでね、まあ、家族葬が多くなってるんですよね、はい、それであのやっぱりこう大型のねあの、大型というか、規模の大きい聖、ね、火祭壇というのがやっぱりちょっと今敬遠されてる時代で、まあ、そうなってくると、やっぱり、あのー、花屋さんも聖、ね、火祭壇の業務を携わってるお花屋さんたちも、 やっぱりなかなかあの運営的には厳しい状態になってるんですよね。でまあそれを踏まえて、まあ、これからより一層ね家族層の方が、えー、増えてくると思ってて、まあ、さらにね、あのー、下請けの、ね、お花屋さんはもっと大きなダメージを受けるんじゃないかなというのは想像できるんですけども、まあ、さらにね今ちょうど団塊世代の方が、えー、70歳から75歳ぐらいなのかな。 はい、それをピークに、えー、少し人口減少傾向なんですよね、はい。なんでこれからは単価も下がる上にえに、ー、多分、えー、件数も減るっていうねそういう時代がねちょっとずつ訪れてくるんじゃないのかなと、えー、思ってますね。えー、そのためにね僕はこの聖火祭壇という技術をね、あのー、少しでも皆さんにね知ってもらってね その聖火祭壇の価値をね高めたいなと思って、まあ、YouTube で配信しているのもあるんですけどもあともう一つは、えー、聖火祭壇の技術っていうのは、まあ、実は日本が発祥なんですよね。はい、なのでこの日本発祥の技術を、まあ、今アジアで、ね、同じ仏教の国にはね国ではあの聖火祭壇を取り入れてるある、のー、国もあるんですよ実はね。なんですけど まあヨーロッパだとかアメリカだとか、まあ、そういったところではセ聖サイ壇の技術っていうのはもうほとんどないんですよね。なので、まあ、特にこの菊を並べて何か形を作るっていう、えー、技術っていうのは全然ね、あのー、ヨーロッパにもなくて、まあ、この技術をこう芸術としてねあの受け入れてもらえたらあの面白いかなと思って、はい、YouTube で。 まあ海外の方ともねあのコミュニケーションを取りながらやらせ,やらせていただいてますね。でもしね海外でこのセーカーサイ祭壇の技術がね評価されればね、あのーまあ、またね日本国内でも聖、ね、イ祭壇の何、えー、ていうんですかね、まあ、認知も広がるっていうのもそうだし、ね、再認識されるのかなっていうのもね思ってるんで。 最終的にはやっぱりこう世界にねあのこの技術を、ね、広めて日本でもねまた再認識されるようなねあの時代を作りたいなって僕はね思って活動してますねあら行きと違ってなんか帰りの方が電波の調子がいいですね 行きの時はねすごいなんか電波途切れ途切れだったんですよね五所川まで5キロですね今日は えー、2月の17日かな金曜日ですね、はい、今16時13分ですね、えー、外の気温は6度ですね、だいぶ雪が溶けましたね。 聖火祭壇の業界の話をすればですけどもまあコロナのね最初の12年に比べると比較的まあ葬儀の単価の方もねまた元に戻ってきて聖火祭壇の方もねあの結構仕事が増えてきた感じですね。地域によっても何か違うみたいですけどねあのどうしても僕たちはやっぱ下請けなんで。 あの葬儀者の方の考え一つであの方針が決まるんですよね。はい、なんで葬儀者の方が青果サイダーを売ってくれないと僕たちは、ね、ほんと食いっぱぐれちゃうっていうねそういう環境なんですよね。うん、なんでねまあ比較的あの業界的にねやっぱりこう 葬儀社さんがす、ね、べて販売促進をやるっていうね、はいまあそういった業界なんですけどもやっぱり葬儀屋さん,葬儀屋さんにとって、ね、葬儀社にとってあの聖火祭壇というのはもう一部でしかないんですよね、商品のね。はい なんで葬儀者の方が聖火祭壇だけに、ね、あの力を入れることっていうのはやっぱりできないと思うんですよ。なんであので僕たちはやっぱりこう花の、ね、専門なんで聖火祭壇のことに関してはやっぱり花屋自体が、ね、やっぱりこう宣伝というかアピールというか、ね、していかなきゃいけないんじゃないかなって僕はあの強く思ってるんですよね。 で聖火祭壇がね、あの一般の方々にこう認知されていけばね、ね、葬儀者の方も営業しやすいと思うんですよね。なんでね、僕はそういうふうに考えてて、まあ、中にはねそんな、そんなことしなくていいと思う方もやっぱりいらっしゃるとは思うんですけども。 まあ少しでもね、教会が良くなるようにあのやっていきたいなと思ってて、YouTube もそうですし、YouTube もそうだし、Instagram、Twitter もそうですけども、顔出しでね、配信というか、やってるんですけども、本当はしたくないですからね、僕はね <laughs>、顔出しの配信もしたくないし、YouTube の配信もしたくないし、<laughs> 本当はしたくないんですけども、 まあ誰かがやんなきゃいけないだろうっていうね、はあ、まあ誰もやんないんだったらやるかって感じですね、はあ、僕はどちらかというと本当に2番手が好きで、うん、その1番手の方をサポートする、はあ、役回りの方が実は僕は大好きなんですよねあんまり人前に出ることとか表に立つことって本当は好きじゃないんですよ なんですけどもね、あのー、そもそも SNS を始めたきっかけがあの本当は誰かをね、あのー、宣伝するためにやりたいなと思ってたんですけど、まあ、やってくれる人がいなくてね表に立ってくれる人がねうんそれでこう自分で自分をちょっと何、あのー、て言うんですかね、あのー、プロデュースしてみたんですよねで結果がついてこればね、あのー、プロデュースしてくださいっていう方が出てくるかなと思ってやってみたんですけど まあ結局出てこず、はい、あの僕が全部なんか表に立ってやってるような感じなんですけども、はい、もしなんかこう一緒に組んでやりたいっていう人いたらぜひ <laughs> 声かけてください、うん、あんまりね本当に表に立つの好きじゃないんですよ僕 えーとこの辺はイオンがあるとこですね。 まあ本当に今ね、こうやって YouTube もそうですけどネットがね、ネットでいろんな人とつながれる時代なんでねどうしても従来の花屋のビジネスモデルっていうのはまあ地域密着型ねはい行動範囲がある程度絞られてねあの まあ言ってみれば県外だとかね、まあ、僕は札幌だったんで北海道外にでね仕事行くっていうことはあってほとんどなかったんですけども、まあ、今はこうやってね SNS を通したりして、まあ、いろんな人をね知ることもできるっていうねいろんな地域のいろんな花屋を知ることができるんであの本当もうちょっとワイドに物事考えれるようになったんであのすごい面白いなと思うんですよねなんですけどなかなかこの 花屋の業界というのもなかなかこう閉鎖的な業界なんで、まあ、そういった活動をしている方というのがあんまり多くないですよねやってるとこもあるんですけどね。はい、混んでるな。 まあね、せっかくこういう、ね、インターネットを使っていろんなことができる時代なんでね、あのー、僕もいろいろ試してやっていきたいなと思いますね。なんか前の車の挙動が不安だからちょっと車間が開けます。 なんか久しぶりに青空見ましたねはい、えー、無料の高速撮ります最近そういえばあのオッサンズマムの方でで、ね、配信してまだ今年1回もやってないんですよね。 なんでもうそろそろ3月入るとねお花屋さん忙しくなってしまうんでちょっと2月中に1回ね新しいメンバーもいるんでねあのまだ登場してないんですけどちょっと皆さんにね紹介できればなと思ってますあとねまだ出てきていないえ人がね3人ぐらいいるかな、は。い ちょっと顔出しができるかどうかというのはちょっとわからないんですけどねまたねポッシブル可能性の会以外にもねおっさんズバムというね YouTube で、えー、配信をするチームね聖火、まあ、祭壇の、えー、講師をできるレベルのね人たちを集めたおっさんズバムっていうチームがあるんですけども、まあ、そちらもねあの、まあ、講師としてもそうですし、まあ、生徒としてねあの参加したいという方でもいいんでねもし えー、興味ある方いたらぜひぜひご連絡頂けたら嬉しいですね。本当いろんな人と出会うと本当に考え方っていろいろ刺激受けて変わるもんなんで、あのー、僕はねあくまで僕の話ですけども、まあ本当にいろんな人と出会っていろんな考え方学んで、まあ、今の自分が形成されてるんですよね。 はいまあ、花屋業界では多分異端児だと思いますね僕はね普通の花屋とはちょっと考え方違うんでまあそれはやっぱりあの本当にいろんな人と出会ってきたからだと思うんですよ、まあ、同じ花屋業界の人ともそうですけども、まあ、業界外の人ともねいろいろ交流させていただいてるんで、ね、違う業界のいいとこっていうのもあの取り入れてやっていきたいなと思って、はい、そうやっていろんな人に会うようにはしてるんですよね なんで、ね、もしちょっとね今の状態、今のね、あのー、自分のまあ仕事に対してとかいろいろ悩む方っていらっしゃいますよね、僕もそうですけどもね、うんもしなんかいろんな不安だったり、あの不満だったりね、ね、あのー、あったりこう聞いてもらいたいなとか、まあ、アドバイスしてほしいなとか、あのそういう方いれば本当に、えー、いつでもお気軽に、ね、連絡いただければ。 まあ僕ができることなんて限られてるんですけどね、でも、誰かに話して、あのー、何か解消することっていうのもね、もしかしたらあるのかもしれないんでね、本当にね、なかなかないんですよ、あのお花屋さん同士の交流っていうのはね、特に葬儀業界のお花屋さんというのは、なかなかないんですよね。 なんで先日も、ね、新しくポッシブル可能性の会に入ってくれた方がいるんですけども、まあ、その方もやっぱり交流をしたいって言ってましたね違う地域の違う花屋さんはどういう考え方しててどういう仕事の仕方をしているかっていうのを、ね、全然知らないから、まあ、それだけやっぱ花屋さんって忙しいんですよね本当日常業務がねなんでねやっぱりそういう情報収集っていうのも成長のためにはやっぱり必要なのかなと思いますね あの一人で淡々と聖、ね、火祭壇練習して、えー、技術を極めるということももちろんあの大事だと思うんですけどもいい空です、ねまあ、そういうなんかこう刺激が欲しいなとか、ね、ちょっと今行き詰まってるなという方いたら、はい、本当に遠慮なく。 ご連絡ください。まか久しぶりにいい空を見てる気がするな。 めちゃめちゃまぶしいはいもう御所川原入りましたねはいそれではええー、今日の晩飯がないんで。 晩飯を買って帰りたいと思います眩しいよしこの辺でとりあえず一回止めて はい、えー、それでは、えー、これで配信終了したいと思いますはいまたね、あのー、配信の方たまにやっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします、えー、今現在ね4名の方ね聞いてくださってますねありがとうございます、はい、本当になんか、えー、業界のことだったりなんかで、えー、いろんなね不安を抱えてる方いると思いますんでもしよかったらね連絡いただければ、あのー、必ず連絡お返しいたしますんで であの説明欄の方にね、インスタグラムやツイッターのね、URL の方も書いてますんで、もしよかったらそちらの方から d m いただければと思います。はい、皆さん見てくれてありがとうございます。またね。